どうも、今週の、あれ？ああ、待ってるわ。シャルルのお時間です。4月の、4月じゃない、5月の3週目、4週目ぐらいです。はい。今回はドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリーのやつやっていきたいと思います。1人で2人プレイやってます。はい。要は魔王と大魔王と合わせて終わりって感じですね。はい。まあ、まずはドルマゲスの、人間体じゃないか、こいつは。なんだっけ。ドルマゲスじゃねえや。あれ、なんだこいつ。これなんだこいつ。あべ、名前出てこない。クラヤニア、襲いかかってくれ。これはあまり効いてないぞ。おっと、相手の攻撃。ドルマゲスだったわ。まあ、大体次はラプトーンかなっていう流れなんですけど、ステージ的に多分エルギオスなんですよね。大体ステージの背景で決まってるっていう感じで、はい、次は多分エルギオスです。はい、そんなことなんで今週もやっていきたいと思うんですけど、まあ、今週は暑かったの一言なんですかね。初夏っていう感じですか。扇風機が欲しかった時期が多かったです。日が多かったです。ウェイ。どうでしょう、皆さん体調の変化は大丈夫ですか。季節のかなり変わり目に入ってますけど、俺が一番嫌いなところですが、まあどうか体調崩さずいい日を過ごしてくださいって感じで。きらめく星の連続攻撃。つい最近まであれなんですよ、そういえば。なんだ、 Wii がつかなかったんですよ。Wii つかなくて、なんか電圧が足りないって話で、わーって感じで、まあ、それでちょっと電圧させたらうまい具合についてくれたって感じで。超ウィリモコン売れたくない今。まあ、そんなことなら多分Wii のやつも上げられるようになるかなって感じです。はい。ドルマゲス速くない。まあまあは痛い。ドルマゲス速い。つばぜりはしないとダメかな。いや、しなくても勝てるな。全ての効果を消し去った。はい、まあ今週で改めて暑かったんですけど、まあそれでもあれですかね。まあそれでもこれから暑くなることは考えれば、まあこんぐらいから暑い方が個人的ないかなって感じです。季節外れの35度とかはきついけど、30度超えるぐらいならまあまあって感じですわ。寒いのよりかは暑い方がいいので、個人的にはね。どっち、皆さんどっちがいいですか。寒いのと暑いのだったら、秋とか春じゃなくて。夏生まれだからっていうのもあるんかな、やっぱり。いいね。夏、冬生まれだと逆に暑いよりかは寒い方がやばかったりするのかな。寒いと風邪ひくかな。でもな、この世界な、暑くても風邪はひかねえけど、まあ、熱中症になるぐらいだ。暑かったら脱げば何でもなるけど、寒かったら重ねてしないとどうにもなんないからな。その場その場で必ずそういう脱ぐのか、じゃあ着るのがあるわけじゃないから、俺的には寒い方が安ね。ねえ、この変なやつ早いんだけど、ドルマゲス。なんかいい例えが思いつかなくて変なやつ言っちゃった。あれ、まあ、守備力が多分ね早い。あー、ここでスーパーノバ来るか。結構入るな。うまうま、守備力が下がった。サンダーボルト。まあまあドルマゲスは問題ないでしょう。で、次が多分エルギオスなんですよ。あのドルマゲスって来たら普通に考えればラプソンなんですけど、
最初も言ったんですけど、政治上、政治的な問題で政治の方が優先されるのか、魔王の種類よりかは。まあなので多分エルギオスです。進化、新エルギオスか普通か分かんないですけど、多分普通だと思います。新出てきても困ります。ちなみに私はドラクエ9をやったことはありますけど、ちゃんとやったことはないのであんま分かんない一通りやって終わっちゃったって感じっすわ。ミヤさんレベルアップ。ミヤさんダサいな杖持って戦士っぽい鎧着やがって。鬼殺したの俺だけど。ほら政治が変わりました。政治がなんかそれっぽくなりました。まさかあれは。エロキンです。7100削れるかな、とどめの時期の前に。雷が弱点だよね、確かに。バイブレーションマジでうるさいね、ウィリムコンのいくつ入るこれ。そんな入んなかった会心出ないと削りきれないかな。いやだる。これつばぜり合いしないと俺が死ぬかな。全ての効果を消し去った。あー天使の断りはだるい。ナイトリッチとかメダルドラゴンとか叩いてくれたか。バギーも入んないんじゃない。お前ベホスコンも来ればいいんじゃない。もしやターフレアです。これ光雷爆発か。ちなみにこれこいつに関して2回行動してるけど、そういう装備のセットを組むと2回連続攻撃になるって感じです。反対側は稲妻の剣、多分雷逆転だと思うんだよ。エルギオスは雷属性の攻撃しか612いいんじゃん。ビッグマンより入るじゃん。あーまたこいつ火力高すぎないよ。でっか1364。ただこいつ1000削れる？削れそうだな。とどめの木が3300ぐらいなんですよ。だからそこまでそのターンで削れれば勝ちだけど、勝ちだね多分ね。いてつか波動とかやんなっちゃう。はい、まあそんな感じで今週のサレルは短く終わりそうかなと思ったけど、もう10分経ってんだね。今までがちょっと長いのがちょっとあったから天使の断り。あとはあれだな、あとこれ話そうと思ったんだけど、ツイッターで
本名を間違えられるみたいなやつタグがあったんですけど、皆さんどうでしょう。俺フルネームで呼ばれたことないっていうのをツイートしたんですけど、えい、皆さんどうでしょう。名前間違えられたことあったりします。なんか面白いのあったらコメントください。好きなカードを選んでミニモコンで切り裂くのだ。せっかくだからなんか面白いの見せる。あ、どっちにしようかな。ザラキーマとバギムキョどっちにしようかな。スマブラオタクどもにスマブラオタクどもになんか見せようかなと思ったけど、バギムキョでいっか。バイブレーションうるさいから、話した。まあどうぞスマブラーの皆さん見てください。勇者の上ビリがバギクロスという技がありますが、そのバギクロスの上があります。どうぞまあスマブラとドラクエじゃ訳が違う。グッジョブ。はい、まあこんな感じで特に問題なくやりましたね。だいぶミヤさんの僧侶とねたまにやるんだけどね、結構まあいい感じにレベル上がってきてくれて、そんな苦戦しなくなったかなって感じです。であと自分のところの賢者がまだレベルがちょっと足りないので、そこをやってマスタークラスに上げるのは取らないかな多分。あの魔王の連戦のやつはちょっと動画にしてみたい、動画とかライブでやりたいなと思ってるんですけどね。はい、まあそんな感じで、はい、まあ今週のシャルルはこんな感じですかね。まあ今週は暑かった、皆さん体調に気をつけましょうって感じで、まあ今日は今日で雨なんですけどもうわかんないねこの季節ね。梅雨に入ったんでしょうか、どうなんでしょうか。もう入ってもおかしくなさそうな天気だよね。まあ、てことで、今週も皆さんお疲れ様でした。また来週も。最高のバトルだった。ユーの勇気の力が大魔王を倒したのだ。私はユーを誇りに思っているぞ。適度に休憩を入れながら、家族や友達と仲良く遊ぼう。はい。モリーと。まあ、皆さん、体調に気をつけて、今週もお疲れ様でした。来週も頑張っていきましょう。じゃあね、おつらいっす。よかったらチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。おつらいっす。じゃあのー。